かこういうゲームあるよ、首都高をバトルするような。はい、おはようございます。おはようございます。今日は12月25日ということで、メリークリスマス。メリークリスマス。今日はですね、赤いパーカーに MG 見えるかな、MG スーパーカーって書いてますけれども、車の今イベントに向かってます。で、どんなイベントかっていう と、僕の車がまあまあ勢ぞろいしてます。今日はスーパーカーを中心に、で、そのスーパーカーの助手席に、抽選で当たった方々ゲストをお招きして、都内近郊をドライブしてみようという企画です。今代官山の蔦屋さん、あそこに今向かってまして、そこにもうすでに僕のスーパーカーが勢ぞろいして、でそれのもうお披露目会をやってますので、その会場に今向かっているところです。ちなみに僕が初めて買った車は日産ホーミーっていう車で、ワゴン車ですね。なんでそんなのを買ったかって、しかも中古で、もう数十万もしなかったぐらいの中古で買ったんだけど、まあ、当時バンドをやってまして、でバンドやるってことは機材車っていうのが必要になるんですね。でその機材車用途でホーミーを買って、で結構それで全国つつうらうらツアーに使って回ったよね。途中何度もオーバーヒートしたりして、道の真ん中で止まっちゃったりして、なかなか苦労した車だったけど。あいつ、うわすっごい人いる。え、これマジでガチ取られしてんじゃん。大丈夫これ。やばいよ。よいしょ。これどう、いいの？はい、ありがとうございます。やばくない？ありがとうございます。すごい。なかなかすよね。はい、おはようございます。おはようございます。今日はメリークリスマス。メリークリスマス。ということで、皆さんおなじみの向かって左から横溝直樹、はい、そして、車好きのパリピーで有名な山健、はい。今日はですね、 MG スーパーカークリスマスクルーズということで、これまでご紹介してきた MG スーパーカーコレクションですねを8台一気に集めました、うん、そしてこれをクリスマスのこの東京の街中を、まあ、パレードするような形でクルージングしましょうという会でございます、うんうん、そしてですね、我々 MG スーパーカープロジェクトとしてのクリスマスプレゼントとして、スーパーカーの助手席に乗れるという、うん、何人のゲストが乗れるんですか？今日はですね、7組です。7組の7組何名さん？12名です。12名。ってことはじゃあご家族とかカップルもいるってことかね、はい、そうですね。いいです。で、僕が運転するわけではありません。そこは？はい、今日は、日本のトップドライバーの、4名の方と、我々で運転していきたいと思っております。なるほど。今年の2022年の、スーパー GT とか、うん、ワールドチャレンジのシリーズチャンピオンがですね。チャンピオン？はい。俺そっちに乗りたい。僕も今年チャンピオンだったんで、そうなんだ、ね、はい、それ乗っていただければと思ってますから。はい。はい、ゾンダ、はい、久しぶりに見た。久しぶりにね、はい、見ましたね。指名させていただきます。超ビッグ。ありがとうございます。スタヤさんはすごいね、こういうことに、ね、ちゃんと協力いただけて、これだけじゃなくていろんなあれをやってるわけだよね、普段ね。こんないつも人いないらしいです。そのインカムってどういう仕組みでやってんの？あ、これは、グループラインみたいな、はい、つなぎっぱでやってんの、はい、このさ、それって iPod? はい、AirPods iPod って何だっけ？昔のあれ、あのちっこいやつだ。AirPods
エアポッツで話すとマイクで拾ってくれんの。はい、すごいね。おい、前からゾンダ、シロン、ベイロン、エンツォ、ワンセブンセブンで謎のバイク。おお、エンストした。オッケー、走った危ねえ、怖え。おお、オーナーから見て、いや、他人ごとに見えるよ。おお、かっこよすぎる。おい、かっこいい。あほば。かっこいい。おい、やばいやばい。めっちゃかっこいい。おお、来る。これ全部俺の。これ一回本当にさ、プライベートでやろうとしたの。みんなで運転して。ヘリ手配して上空からレインボーブリッジの上をこう撮ろうとかっつって。うわ、トンネルやばい。トンネルパガーに頼む。はい、お疲れ様でした。いい、子供たちそんな盛り上がってないけど大丈夫。並べた。おお、すげえ。これはすげえ。すごい、これなんかこういうゲームあるよ、首都高バトルするような。うわ、かっこいい。やば。センター街で 2x2 にしたいんだね。センター街っていうか。
やったやついないですか。やったやついない。おー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 すげえすげえこれが絵的うまくいったね今のは。いやー最高。あーヤマケンくんグッジョブだよ。うわすげえ人。おなんでこんなにいんの。え、四つ葉までいるじゃん。ゴールで。何や、ま、待ってたの。ということで、はい、クリスマス MG スーパーカーツーリングイベントも、はい、無事、お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー最高でした。最高のこの天気と、はい、天気と本当に、ね、最高のこのドライバーの皆さんに恵まれて、きっとゲストの皆さんも喜んでくれたんじゃないでしょうか。はい、ね、と思います。ダンドレーから見るスーパーカーの景色やばかったですよね。あのね、自分の車とは思えなかった。おかしい、それはおかしい。全部ゲームのさ、はい、グランなんとかとか、グランツーリスモとか、あれを見てるような感じで首都高とか走ってくると、うん、びっくりしましたね。確かに、あの3年ぶりに今日久しぶりにリアルイベントをやれて、うん、やっぱりこう車の楽しさとかも、うん、あの伝えられたと思ってますんで、うん、またね、あの来年以降も新しいスーパーカーが来るからね。今日8台でしょ、はい、今日8台けどもう限界じゃない8台あれ以上増えると確かにどんな光景になるのか。ヒヤヒヤ、ね、後ろから見ててなんか確かにまあまあけどさ、プロドライバーの皆さんから、ね、安心して見てました。はい、はい、です。来年以降もやると。はい、やりましょう、はい、ぜひ、はい、これからもやっていきたいと思いますので。お願いします、はい、という感じで、じゃあ MG スーパーカーは引き続き、はい、車好きの皆さんと、はい、車を作ってくださってる皆さんと共に車社会というかね、はい、車文化を盛り上げていきたいというふうに思ってますので、引き続き皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあお先。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。言えた。すいません。恥ずかしいな。囲まれたことない。そうだ。